三里町は奈良県の西部に位置し、竜田の紅葉で知られる町である。町名の由来は縦の勢いや南畑の三下村が合併し、三里村となったことによる。市議山の東南陸に位置し、大和川を南源とする。古代の大和国へぐり軍の地であり、風神を祀る竜田大社が鎮座する。江戸時代、本業として、藁草利製造を家業とし、現在も和吐き。 三里っ子の製造を継承している。同様詩人である武士かえ子が在住しており、平成30年4月1日に三里町は同様の町を宣言。令和2年、立田古道、亀の瀬が日本遺産に認定される。なお、衆議院議員選挙の選挙区は奈良県第2区奈良県議会議員選挙の選挙区は生駒郡選挙区となっている。その他、 三里駅前に JA バンクの ATM が設置されている。町内全域の集配業務は王子郵便局が担当している。三里の自治体名を縁とする有効都市が2つある。もともと長野県三里村と埼玉県三里市が有効都市提携を結んでおり、1986年に三里町が加わって三市町村で有効都市提携を結び、 三里友高都市交流推進協議会を組織し、交流。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.67%増の23,446人であり、増減率は県内39市町村中4位。奈良県統計奈良学園大学市議参加駅から市議参上に至る東市議工作線が分岐していたが、 1983年9月に廃止された。また、市議山電鉄は市議山門駅から東町の瀬谷地区まで延伸する計画が存在した。辰田大社、ありがとうございます。